こんばんは。まさ464949です。ですね、今日は久しぶりにまさりごとをやっていきたいと思います。今回は、ついさっき調べたら14こと目です、今回は。はい。ということで、今何やってるかというと、ですね、12時、まあ、0時47分の朝方、朝、夜、微妙だね。はい。ということで、その時間にちょっとやっています。でですね、今日何を語るというか、こういうこと話そうかなっていう話題、そういうやつは何かというと、ですね、喧嘩についてと、あと、友達について、友達にしようかな。まあいいや、友達について、喧嘩と友達について話そうかなと思います。ですね、まずですね、喧嘩について。喧嘩っていろいろありますね。まあ、取っ組み合いの喧嘩、まあ、殴り合いか。殴り合いの喧嘩、口喧嘩とか、今二つしか出てこないんだけど。あと何？喧嘩か。そんなないな、喧嘩だと。一瞬いじめとか言おうと思ったけど、いじめって喧嘩じゃねえよなと思った、今一瞬。もう結構いろいろ喧嘩あったりとか、まあ、例えば、A と B が喧嘩します。っていうシンプルな図式だったらいいんだけど、結構 A、B、C とか出てきて、A と B が喧嘩してって、その原因が C で真ん中に C がいるとする。で、喧嘩してます。で、C はふと気づかないっていうか分かんないけど、C の子が、俺のために喧嘩してんの？みたいな。別に、全然、喧嘩しなくていいよ、みたいな。全然なんか、A と B 喧嘩、C の原因で喧嘩してるのに、C は別にどっちでもいいよっていう、そういう寛容というか、まあどうでもいいよみたいな、という、そんなよくわからない喧嘩もあるよね。結局、なんでしょうね、喧嘩。まあ一番、なんだろう、シンプルというか、殴り合いっていうのはなんか表現的にあれだけど、なんか、まあ、普通の、まあ、でも殴り合いか。殴り合いの喧嘩とかシンプルで一番いいんじゃないかなと思います。誰かを巻き込んでどうのこうのとかじゃなくて、あ、これこいつのこと気にねえから、ちょっと怖い。みたいな。いや、ただ、ルールとしては、なんか、自分より明らかに弱い子と喧嘩するとかじゃなくて、自分と対等か、それか自分より上、あ、ちょっと強そうだな、俺よりちょっと上かなと思うやつと喧嘩するなら別にいいという、まあ、取っ組み合いというか、まあ、殴り合いの喧嘩に関してはそんな感じは思います。なんか、なんつうんだろう、喧嘩、ちょっといじめとか関係ないんだよね。ちょっと、いじめとかだったら、なんか、あんま分かんないんだよね、いじめのあれが。なんだろうね、あんま深く考えてなく、どっから、何が何なの？みたいな。別にいいんじゃねえ？みたいな。まあでも、いじめられてる人に関しては、あれなのか、ちょっと、違うのか。いろいろと。いじめられてる人は、余裕がないとかね。気持ちの余裕がないとかあるんだよね。まあ、逃げてもいいと思うんだよね。一旦、別に、真正面からぶつかんなくていいから、スッと避けて、その場は逃げて、あるよね、ことわざとかで。逃げもなんちゃらのなんちゃら、それしか言ってないけど。そう。一歩引いて、で、まあ、なんつうの、勝てるときに行けばいいっていう、まあ、そういうのでいいんじゃないかなと思います。まあ、見解的にはね、なんとなく、まあ、若干いじめみたいな話のあれもあるけど、まあ、なんだろう。まあ、それとつながるんだけど、友達っていうこと。友達って何からが友達なのっていう、その、なんつうんだろう。境界線というか、線というか、どういう、人によって線来ても違うと思うんだけど、例えば、今流行ってるのとかって、まあ、LINE ははま、はら、言うてねえじゃねえか。LINE は流行って、LINE の友達になってる人たちは全員友達かっていうと、どうなの？っていう、まず一個。
案外ね、あれ、普通につながるけど、どうなの？みたいな。いつも会ってるわけでもないし、たまに会ってるわけでもないし、全然知らないけど、連絡先だけ知ってるとようがわかんない構図になってるよね、今ね。LINE とか。まあ、最初に結論言いましょう。俺が思ってる友達っていうのは、一番いい、もう、図式としては、友達イコール親友っていうのが一番いい図式だと思ってます、まず。その理由としては、ですね、結構曖昧、友達っていうのは曖昧。でも親友っていうのは結構曖昧じゃなくて、結構いつも仲がいいとかさ、結構、なんつうの、相談事とかしたりさ、そういうに近しい感じでしょ。もう親友ってなってくると。それにイコール友達ってなってくると、友達もすごい大切にしてるものっていうイコールになるから、っていうことです。そう。なんだろう、浅く広くより、何？浅く広く。浅く広くよりも、なんだろう。言うじゃん。全然今さ、フレーズ出てこないんだけど。浅く広くじゃなくて、あれだよ。そうそう、それ、それ、それ。今持ってるそれ。それなんですよ。なんだよ、それってっていうね。深く狭くです。はい。深く狭く。っていう感じですね。まあ、あと一番、あれなのが、あれっていうか、自分が一番最低な時、最低っていうか最低な男とかそういうのじゃなくて、さあ、本当に、なんだろうな、もう何もかも全て失われたみたいな、もうどうしようもない状態の時とかに、助けてくれる人。何も自分は持ってないんだけど、いや、お前、だから、助けに来たんだよって言ってくれるやつ。そういうのが、親友であり、友達じゃないんでしょうか。私は、そんな感じに思いますね。なんか、何も言わずとも、なんか、まあ、以心伝心とまで行かないような、行くような感じだけど。うん。そういうのが、友達とか、親友じゃないでしょうか。ちなみに、このですね、アップされているこの画像なんですが、パイナップルがついてますね。ちょっと可愛いですね。ただ、パイナップル、そこまで好きじゃないっていう。はい、ということで、まさりごとって結構短い、まあ、動画というか、まあ、動画というか、声のやつなんですが、なんか、だらだらやってたら8分ぐらいになってましたね。ということで、あとね、なんか、ちょっと音楽つけ足そうかなと思ってるんだけど、なんか、声だけだと、寂しいじゃんっていう、よくわからないやつ。はい、ということで、まさにことでした。なんだろうね、頻度というか、本当にこれ、まさりごととか、まさらじとか、その辺は、本当にやりてってか、やろうかな。すっていう感じで、そんな感じのスタンスでやってるので、まあ不定期です。ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。